仮面ライダージオー主題歌かっけー。どうもレオンチャンネルです。ちょっと遅れましたが、第1話なんかテンポすごくてめっちゃ盛り上がってたし、良くも悪くもまだ謎だらけの第1話って感じで、今後どういう物語になるかまだつかめてないところではありますが、とりあえず主人公がね、王様になりたいっていうちょっと痛いやつかと思ったら、何かそこに訳がありそうだし、みんなが幸せになるためには王様になるしかないっていう思想に取り憑かれてるみたいな、そういう感じっぽくって、とりあえず登場人物全員未来心みたいな、そんな感じだよね。プレ版でも未来服っていうのが受注開始になって、主人公以外の周りのね、2号ライダーのゲイツにツクヨミにウォーズ、ウール、オーラ、スウォルツ、純一郎はおやっさん枠ですが、この辺が要はみんな未来人ってことだよね。で、つくゆみがね、今回のヒロイン枠で、これ、ファイズフォンさ、急に出てきて、セントとバンジョーが撃たれちゃってますけど、ファイズの、ファイのマークだと思ってさ、そしたらなんかファイズフォンなんだけど、ちょっと形が違うんだよ。あと、ゲイツの変身ポーズがキレッキレで話題になってましたけど、逆に、相互の変身ポーズがあんま話題になってないっていう、ちょっとそこが悲しかった。で、相互も、あれなんだね、トキワ荘を、もじってトキワ荘なんだね。言われて気づいた。なるほどなと思って。早速ビルドの年代に行ったりとか、これ2017年11月だったから、まだスカイウォールもあったし、タイミング的にはクローズが登場してすぐぐらいかな。敵が今日から君が仮面ライダービルドだとか言ってさ、めっちゃかっこいいんだよね。怪人隊みたいなビルド。これは SIC とか展開していくのかな。立体物にしないのがもったいないかっこよさ。で、このホームページを見ると登場したアイテムが人物もかいろいろ載ってて、ジオー、ゲイツ、ゴーストアーマー、オーマジオー、これがジオーの50年後の姿って言われてますし、相互の初変身の石像があったのと、平成ライダーの、各平成ライダーのね、1号ライダーの石像があったりとか、あれは石化した相互でオーマジオーは別なんじゃないかっていう説もありますけど、で、ジオライドウォッチ、ゲイツライドウォッチ、ブランクライドウォッチ、これバンバン登場してましたね。今後出るんでしょう。で、ゴーストライドウォッチ、アナザービルド、アナザーアリトみたいな感じでかっこいい。で、ビルド、あ、こうやって見るとビルドとアナザービルドがどういう感じで違うかがわかりやすいね。で、アナザービルドウォッチ、そうそう、アナザービルドのウォッチもあるんですよ。で、タイムマジーン、早速ね、活躍しまくっておりましたが、これか、ファイズフォン X じゃなくて、ファイズフォン10。iPhone X みたいな。未来型マルチデバイスってこと？これまででもデラックスアイテムの発売予定に載ってなかったから、もし知ってる人がいても、コメント欄に書かないでね。僕は、そういう情報見ないから。これ、ってことは今後さ、ファイズフォンだったり、どうだろう？ウィザードのプラモンスターとか、オーズのカンドロイドとか、メモリガジェットシリーズダブルとか、なんかその辺のアイテムとかがアレンジ、こういう感じでアレンジされて出てきそうな気もする。可変マルチデバイス、ツクヨミらが使用するマルチデバイス、すげえ。ベルトに刺したいんだけど。東映特撮ファンクラブにて仮面ライダージオーと連動したオリジナル映像、仮面ライダージオー保管計画っていうのが配信スタートになってて、これね、面白いですよ。ちょっとギャグパートみたいな、昔で言うとこの仮面ライダーネット版みたいな、そういう動画がね、配信されてて、これめっちゃ面白いんで、今ね、僕前から東映特撮ファンクラブみんな入った方がいいよって散々言ってますけど、加入するのにいいきっかけですよね。とりあえず仮面ライダージオ第1話からかなり詰め込まれた内容になってましたから、第2話以降が楽しみ。でもやっぱゲイツの印象が強いかな。相互ちょっと第1話だとまだ弱かったね。そしてバンダイキャンディースタッフブログもやっと見れる。僕もこの動画撮るまでちょっと我慢してたから。あ、グミの CM がさ、やばいよね。狂ってたね、今回も。で、ジオー食玩ウォッチャーで、お、早速ゲイツ、仮面ライダーゲイツ、完全ラインナップ公開で、ジオー食玩ウォッチャースケジュール見ていきましょう。10日にジオアームズ、17にライダータイムチョコヤツガンバライジング、24日にサウンドライドウォッチャー。そっか、なんかカレンダーに9月に騒動ないじゃんって思ったんだけど、10月1日か。このように毎週ジオ関連の新商品が発売していくと。
ソードライド1ラインナップ完全公開2068で、仮面ライダーゲイツの騒動機だね。真っ赤。あ、でもなんかやっぱりシールが多いんだよな。腕周りはしっかり塗装なのか。はい、このように結構ペタペタシールを貼る必要があるっぽい感じだけど、でも胸周りとか肩周りとかある程度塗装もありつつなのかな。仮面ライダーゲイツで、頭部どうなってる？ああ、頭部も複眼、口周り、おでこ、全部シールだね。おー、ちょっとなんか第一弾からシール多すぎやしないかいってところはありますが、もちろん手首カード、これね、大騒動か。やばいっすよね。でも RKF が今回かなり良さそうだから、いい感じにそれと、1年通して競争してそうな感じですけど、はい、ゲイツ、あ、手首がね、加わるところもすごいね。わ、かっけえ！この画像かっこいい。開き手と握り手のコンビネーション。騒動とは思えない画像集だな。ほんと大騒動。タイムバースト、専用台座はいつも通りで、敵か味方か、時間ザックス弓モード。これがゲイツの武器でしょ？弓の状態で、武装の見た目はこんな感じ。アーマータイム！前にアーマー用の素体を出して、そこからアーマー装着するような感じって言ってましたが、これもまあまあ顔周りはシールだな。複眼ぐらいは塗装してほしいところではあるんだけどな。勝利の法則は決まったで、あー、まあまあ、アーマーもシールだね。これはちょっと買ってみないとわかんないな、完成度か。アーマーチェンジ用ね、これアクションボディがついてて、こういう感じでアーマーを装着することで、アーマータイムのビルドを2バージョン表現することができると。ゲイツのアーマー素体とジオーのアーマー素体でね。ただアーマー装着後 RKF は稼働が大幅にね制限されちゃっておりましたが、逆に騒動はそういうことがなくて、これまで同様にめちゃくちゃ動くと。あー、やっぱアーマーのこのスラッとした見た目、さすがは騒動だな。 RKF のねごつい感じも本編っぽくていいんだけどね。全7種類。ジオークロスアーマーアクションボディ、ゲイツクロスアーマーアクションボディ、アーマーチェンジ用のジオー、アーマーチェンジ用ゲイツで、ビルドアーマーのジオーゲイツ用。ってことは、アーマーを2種類同時に飾ろうと思うと、追加で購入が必要と。とりあえずコンプセット買えばいいかな。おー、かっこいい！いや、4体並ぶとすごいな。こうやってライダーの標準状態とアーマー状態と別でしっかり飾れるのはいいっすね。アーマーを上から装着するタイプじゃないから、素体のラインシルエット自体がすごいいいんですよね。オールインワン助かる。これ買おう。発売は10月1日、9月9日更新。キーワードは目玉ですから、まあ、順当にいけばゴーストアーマー関連が紹介されると思います。他には、あ、これは振り返りか、コンバージ仮面ライダーね、これはもうレビューしましたね。あとは仮面ライダーグミ、グミタイム。グミをかなり弾けててびっくりした。仮面ライダーグミ開発費はもうどうせ普通のグミでしょうとは皆様に言わせません。パッケージをよりかっこよくかつ美味しそうに見えるようにすること、グミそのものに魅力や価値を持たせること。あ、なんかグミをめっちゃ細かく紹介してる。グミ全体のシズル感、あージューシーみたいなね。おーおーおー、なるほど、ロゴも変わってるんだ。で、3パターンのパッケージになってて、中身のグミもより魅力的に、あそういうことね。今まで平面だったのが、というかモールドっぽかったのが、こうやって立体感を持たせてあると。おー、そうだったっけ、今までも立体感じゃなかったっけ。仮面ライダーグミのパッケージ使ってチョコとか
作ってた時が懐かしいな。あでもすごいぷっくり感。味は変わってないのかな。とりあえずなんか企画書みたいなのも載ってて、なかなかここまでグミを掘り下げる記事があると思わなかったからびっくり。じゃあこれ僕グミ買ってあるから仮面ライダーチョコの動画でさ一緒に見ようと思ったんだけど、これはせっかくここまでこだわってるんだったらちゃんと見ないとね。ってことでまずは仮面ライダージオ第1話から大盛り上がりで、もう時空ドライバーもね全く売ってませんし、こんなに変身ベルトがいきなり品切れっていうのはウィザード以来の感覚かな。ガイム、ゴースト、エグゼイドベルトでもこういう感覚はありませんでしたから、やっぱ初っ端からね盛り上がって売り切れることはいいことだよね。とりあえずもちろん今回も1年間おもちゃは追っていきますので、バンバンレビューしていきたいと思います。では DIY さんのブログや20周年の記念サイトは概要欄に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルの仮面ライダージオ第1話の感想と DIY さんブログ確認動画でした。